ムエートやります。めちゃくちゃビビってます。ゲームを始める、やります、いきます。音がないのがもう怖い。大学3年の夏休み、友人が肝試しに行こうと誘ってきた。行き先は H 県 S 町の外れにある小さな廃病院。もうこの時点でやべえ。もう廃病院なんて肝試し使う、バカバカだな本当に。ちなみに俺肝試し人生で2回ほど行ったことあるんだけど、2回ともゲロ吐きそうになったからね。うん、何も特に何も霊に取り憑かれたとかなしで、普通にただ体調崩すっていうでまず普通に喋ってくわ。友人は僕を車に乗せ、その廃病院についての噂を教えてくれた。病院の名前は山下病院。30年以上前、山下という医者が経営していた個人病院だ。丁寧な診療で評判が良かった山下医師だが、突然看護師2人と入院していた患者3人を殺害し、自身も自殺した。何してんの。なぜ山下医師がそんな凶行に及んだのか、理由は何も分かっていない。その後病院は閉鎖され、今では廃墟となっているのだが、そんな事件があったせいか、若者の間で心霊スポットとして有名になっているらしい。まあ、若い人たちはね、めっちゃ行くからね、こういうとこ。俺絶対行かないけどな。怖え。本当にね、これこ怖いゲームだから、ちょっとこういうの苦手な人は見ない方がいいかもしんない。プレイしてる俺すげえ極度のホラービビリなんだけど、わかるでしょ。なんだろう、もう喋れなくなってきてんだけど、ビビって喋れなくなってきてんだけど、怖いの苦手でもさ、なんかゲームやりたくなっちゃうじゃん。こういうゲームとか DVD とか見たくなっちゃうタイプなんで、ちょっとまずそういう感じでやります。はい、着いた、ここだ。なんでビビってんの？お前何、青鬼のたけしみたいな言い方してんだよ。大丈夫だって、先に行って中を見てきてやるよ。お前絶対死んでくんだろ。お前帰ってこねえやつだろ。もう帰っちゃえばいいじゃん。戻ってこない。やっぱりな。やっぱりな。それで行っちゃうんだ、君、主人公。うわー、あー、ちょっと待って。本当にね、叫んだりしたら、本当に、すいません。そういうの注意してください。本当にね、叫ぶかもしれない。ただ、適度に、冷静になろうとする気持ちが現れるから大丈夫。あいつはどこ行ったんだろう。早く探し出して帰らないと。はあ。画面上部のアイコンについて、マガタマを使用してヒントを見る。動画再生でマガタマをゲット。ああ。アイテムを使う、組み合わせる、ファイルを見る設定。ダメだ俺これ。めっちゃ怖いんだけど、動きたくないんだけど。これ騙してもなんか起きるパティンだったら本当に嫌だよね。これ何これ。お、鍵。スタッフルームの鍵を手に入れた。アイテムを取った、どこからか音がする方に行ってみ。待って。なんで勝手に行く？何もしてないんだけど。ちょっと待って、行きたくねえ。めっちゃ行きたくねえ。めっちゃ行きたくない。待って、ちょっと待って。一回天気ちょっと俺の窓から見える天気を見ていい？はい、今夜中撮ってんだけど、せめて晴れててほしいよね。普通に土砂降りの雨だから。土砂降りの雨降ってんだけど。鍵がかかっている。ってことはアイテムを使えってことでしょ。アイテムこれか。これだね。スタッフルームの鍵だ。黒っぽく変色している。組み合わせるってのも後で使えるんだろうな。うわ、俺このゲームやった後絶対もう俺部屋から出ねえよ。もう怖えもん。鍵を開けた。いきなり来ないよね。何？ドアが開いた。うわっ！部屋の中を360度見渡すことができます。机の上やロッカーなど様々な場所に脱出の手がかりとなるものが散れ、はあ、やだな、めっちゃ怖いんだけど。もうやだ、このシステムやじゃね。あ、やだ、本当に限界になったらやめる。怖い。うわっ、これやべえよ。これやう、ないナインティナイン、99状態じゃない今君。うわあ、古びた写真。これ一人でやるもんじゃねえよ。靴が入ってる。ちょ、これさ、この画面から離すとめっちゃ怖いよね。まだ全然慣れないこのゲームに。ボールペンが入ってる。はい、水出ない。うわ、ダメだ。振り向くの怖え。ダメだ俺ほんとダメかもしんない。心臓がやばい。マップボタンで部屋を移動できるようになりました。はい、
マップ行く？もう出たいんだけど。受け、いや、うん、大丈夫これ。あ、待って、俺音出しねえや。あ、待って待って待って、ダメだこれ、絶対ダメだこれ、絶対ダメなやつだ。音出したら絶対ダメなやつだ。なんか聞こえるし。もうほんと勝手に携帯が9時って言った。ね、待って、これさ、これさ、音なしの方がいいんじゃねこれ。動けへんだけど、怖えこれ。あー、もうやだ俺、これできないよ俺、ほんとにできないよ。あ、なんか手に入れた。こっち行ける？なんで友人鍵持ってんの？何してんの？手震えてもう何もできないんだけど。トイレ行けない。診察室行く？これ音出したくないんだけど。でも実況的にこれ音あった方がいいよね。でもさ、本当にやらんだこれ。あ、待って、これさ、俺もう分かった、これ、俺だけイヤホン外す。イヤホンしてるとめちゃくちゃ怖い。ちょっと外す。あー、怖え、これもうやべえよ。あ、でも聞こえる、ゲーム音。何これ、髪の毛？いや、もうじゃあいいよ、出よ。スタッフルームなんかあんのかな、まだ。でも音ないと逆に怖いな。あ、ダメだ、灰まみれ、空き缶、これ何？5月。あー、戻る、戻れって。椅子、椅子は何？音楽必要、効果音必要、振動必要、一時退院了承。何絶対って、意味わかんねえよ。ちょっとこれ戻、このさ、こういうのやった後にさ、なんか出てきたりするパターン多くない？だって、これ何、ベッド？あ、これ喋り続けてなきゃ俺死ぬねこれ。俺、何、委員長の日誌いらねえよ、読まねえよそんな。急須が置いてある。ああ、これダメだな、本当に。俺これ限界来たらやめます。これね、一人でやるもんじゃない。一人でやれる人はね、ほんと神だと思うよ。あ、なんだ、患者のカルテ。こういうのってさ、必要なのかな。ところどころ腐りかけてる。でも出れないんだね。あ、でもここなんもないっぽいな。じゃあどこ行くのこれ。また診察室行く？あ、でもさ、待って待って待って、まだもう、なんか行けるくない？2階とか行けんじゃん。お手洗い行く？あー、トイレは清潔に。なんだよ。あー、ダメだ、これ顔とか出てきたりするタイプだったら本当にやべえよ。開けるの怖いのやめておこう。お前ここに来てそこでビビるか、お前。逆にすげえ。ちょっと待って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 、なんで今携帯バイブレーションした？わお。この絵めっちゃムカつくんだけど。え、なんかこっち向いてなかった？目そらしてた？え、まあいいわ、もうそんなの気にしないでいこう。あ、だ、これダメ、これダメ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 だよ、これいろいろダメなゲームだこれ。これは他は、この360度タイムやべえわ、この360度タイムやべえわ。今回開ける？こいつなんだ、この落書きさっきと違うけど、やっぱり、やっぱりだよね、絶対最初こっち向いてたよね。引き戸だ、これもういいか、まずいいか、まず一通り見ていこう。もう怖え。やだよ、もう鍵かかってるパティーに。開かないの、よかった、まあいいや。一番やべえじゃんここ、開かない？あ、ロックかかってる、いいじゃん、全然いいね、全然いいよ。それダメでしょ、いけない、行っちゃダメでしょ、ここ行けんの？なんで真っ暗なの？ダメだよ、やめよ。え、何、もう行けないじゃん全部。お、終了していい？あ、なんか上にある、あ、違うか、鍵開いてる。アイテム、あ、こんなんあったな。あ、これで診察室の髪溶かすパティーンか。でもさ、これでなんかやばくない？これやったら髪の持ち主やべえよ多分、めっちゃ切れるよ。いいの使うよ。はい、え、
いやあ、ダメ？これじゃないの？違うパターン？何？なんかない？他に髪の毛溶かすには最適じゃね？あ、そうでもないか。過酸化ナトリウムってそういうもんじゃないの？硫酸系だと思ってたえ、どこ行くのこれ。で、今ゲーム音どうなってんの？もう全然わかんねえんだけど。これどこに使うんだ？とりあえずちょっといろいろちょっと見ていこう。怖えわ。でもこれほんと喋ってなきゃいけない。もうしゃべってなきゃ死んじゃうよ俺ほんとに。え、あ、何の元じゃない。よかった。椅子は？あ、やばい、なんかくしゃみ出そう。待って。ほいって、どう使ったの？ちょっとダメ。あ、ヒント使うか。何これ、何？繋がれた扉。はい、ヒント聞きます。紙という字は長い友と書くが、ドアノブに紙を巻きつけるようなやつと友達になる気はとても起きない。余計なしがらみができる前に関係はきちっと切っておいた方がいいだろう。切るのにちょうどいいものがスタッフルームにあったはずだ。そういうことか。まだあんのか。じゃあハサミ？ハサミなかったっけ？これ、あ、違う。これ、虫まい。え、あ、あった、そんなんあった。急須、ええ、なくね？開けないでおこう。だってなくね？スタッフルームでしょ。あ、紙はボールペン。あ、じゃあないっしょ。換気扇まだ動くよ。これは？なんか聞こえる。そう、めっちゃ怖い。これは何もないっしょ。うん、なになに、いいよ、もう怖いよ、めっちゃ怖い。うん、えっ、上、うわあ、あった、錆びたハサミ手に入れた。よかったけど、これ怖い、めっちゃ怖い。え、いや、死んじゃうよ、死んじゃうよ俺、これ、心臓がち、ちょ、もういいって。もう3回連続のその出てくんなもの。どこから水落ちる音聞こえるね。うん、そうだね。俺全然もうイヤホン外してから知らねえよ。なんだこれ、いらんわ、めっちゃ怖いわ。あ、本物の腕かと思ったよ。下見れるの？違うよね、よかったわ。怖い、めっちゃ怖い、嫌だ、これ嫌だ、怖い、何これ。あ、なんか手めっちゃ触れてきた、やばい、俺死ぬんじゃない本当に。じゃあ、本当、人の顔に見える。でもなぜか俺びっくりしなかった。消えた。何、さっきまで閉まってた扉が。やばい、行きたくないけど行くしかないけど、もう怖い。で、なんだよ、なんで血ついてる。レントゲンで撮影してたようだでしょ。あ、で何で、何状態だよ。あ、なんかある。びっくりしたな、もうやめてよ音。あ、これ絶対なんか来る。うん、そう、アイテム拾う。そこまでびっくりしなかった。血、トマトジュースあふれたね。うん、何これ、血が、え、髪の毛、ドアノブに巻きついてた長い髪の毛。なんでこんなん手に入れたのお前。中に何か入ってる。はい、え、使う、え、組み合わせる。これ
ハサミとこれ組み合わせて。え？びっくりした。お、なんかすげえ、俺どこかの鍵のようだ。うん、でよくわかんねえ。あとはなんもない。なんもないよね。あと出ていいかな。で、あ、違う、あ、違う、ここじゃないや。開かなかったとこ、病室？もう、あ、怖い。あ、いたー、やだー、行きたくねー。うわ、やだわー。これは血？あ、ダメ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 。何か画心、ダメだ、これ画面見たくない。ペンライトを手に入れた。戻ろう。ペンライト、ペンライト、電池を手に入れなきゃいけないの。え、もういいよ、帰ろう。本当に足痛い、足つってきた。もう俺何言ってんのか分かんなくなってきた状態。うん、もう本当にやだ、本当に怖い。あ、ダメ、そんな早く振り向いたらダメ。何？なんでさっきから、なんで終わった？絶対怒られんじゃん。仮眠が割れてしまった。で、絶対なんかある、絶対なんかある。いらない、いらない、いらない、そういうの、うん、そういうのいらない。あの、手形は大丈夫なんだよね。あの、顔とかがめっちゃやだ。顔とかマジでね、本当に、度が過ぎればブチ切れるタイプだから俺。度が過ぎれば何でも怒っちゃうタイプだから怖い。もう本当にやだ、もう本当に怖い。でも俺怖いしか言ってないんだけど大丈夫かな。何？なんかピーピー言ってる。お？これなんなん？電気は通ってないようだ。はい、何がピーピー言ってんの。あ、なんかある。鍵かかってるの。じゃあいいや、じゃあいいよ、いいよ。うん、ち、なんかない？アイテム何？瓶とこれとこれ組み合わせてみる。ああ、あ、じゃあこれさ、使えんじゃない？ここに。あ、違う？え、どこに使うの？はい。あ、いや、もうヒント使おう、もう怖い。損失物。使おう。病院といっても個人経営であるから、組織の体質はトップに影響されやすい。貴重めな人間が管理していれば、備品は常にあるべき場所にあるし、逆に多少ルーズな人間がトップであれば置きっぱなしや物忘れも増えていく。ここの院長はどちらかというと自由な雰囲気の人間だったのだろう。部屋の隅に置かれた段ボールなどがその性格を象徴している。え、まだハサミあるんだ。ってことは、スタッフルームのここで鳴ってんのかよ。絶対違うって。いいよいいよ、行かなくていいよ。段ボール開けよ。そんなことはどうでもいいから。これだよね。あ、違う、こっちか。いや、開けないでおこうじゃねえよ。は？で、どこに行けばいいんだっけ。病室？何、なんかここもっこりしない？そんなびっくりしなかったわ。いつの間にか部屋中に血の跡が。本当だね、すごーい。これ何？これと髪の毛組み合わせる、無理だ。これであの、かなり限りなく人間に近くなればいいんじゃない。これやばいでしょ、ここ。これイヤホンしてたろ、本当に死んでるかもしんない。あ、さっきは中って何かある。うん、あるね。ルービックキューブじゃない。なにこれ。は？マジックキューブの遊び方。回し方の基本。回したいダウン、タッチ&スワイプ。お前、ダッチは。
これ聞かなかったのにして、これ完全にピーするから。全体を回転させたいときはキューブの外側からタッチアンドスワイプ、正面の色を全て赤にすると。嫌なこと起きるに決まってんじゃん。ちょっと戻れない。マガタマ5個ですぐに解く、3個しかねえんだよこっちは。あ、そういうこと。俺ルービックキューブ大っ嫌いなんだよね、超不得意なんだよね。こうやって、お、赤ないじゃん。来たー、やっと来た。うわ、今何分？ 30 分くらいこの画面にいたんじゃないの俺。電池見っけた。疲れの方が上だわ。いやいや見ねえよ。でペンライトを組み合わせて、組み合わせました。はい、使いましょう。あ、でここか、ここ覗くのか。やめていいよ俺。怖いんだよもう。これか、これ使うか。これじゃない、これ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 。あ、そっか、意味ねえんだ。ダメか。すみません、やめます、もう怖い。まあ、次回があったらやります。はい、次回人増えてるかもしれない、やってる。俺一人無理、もう怖い。じゃあね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。パソコンの方はこちらをクリック、スマホの方は下のところをタップして、タップ、よろしくね。